弊社は親会社であるコニカミノルタの特例子会社として、ダイバーシティ施策の中で障害者雇用を推進するために2013年に設立されました。全社員の6割が軽度の知的障害や発達障害をお持ちで、メンバーの平均年齢が20代前半と若く、これからの社会人生活の中でより成長できる仕組み作りが必要不可欠でした。入社後の3年間はジョブローテーションを行って、職業適性の発見や対応力の強化を目的として行っております。また本配属以降では5カ年の長期個別育成計画を立て、より成長できる仕組み作りを現在行っております。日々の業務の中でキャリアについて考える時間を生み出すことがどのグループにおいても大変でした。先行きが不透明なこの時代だからこそ、自分としてどうしていきたいかを考える時間は、メンバーにとっても担当指導員にとってもお互いを深く知る時間となり、コミュニケーションが促進されているように感じています。またあとは、各グループの指導員と定期的に面談をする機会を設けておりまして、業務の悩みももちろんなんですけども、今人間関係ですとか何かそういう悩みなども話せる場作りというのは工夫して持つように心がけています。入社後に行っているジョブローテーションを通し、最初は苦手と思っていた業務にも挑戦することで、やり遂げられたことが大きな自信につながっているように思います。また自分自身の成長だけでなくて、後輩のために頑張ろう、先輩がしてくれたように教えてあげたいと思ってくれるメンバーが多く、関わっている姿が各職場で見られていて、一人の成長が会社全体へ波及しているという好循環を実感することができました。ジョブローテーション中の3年間はどのグループになるか決まるまで緊張もありましたが、どの場所でも頑張ろうと思えるようになりました。4年目の本配属以降では、仕事をするだけではなくて後輩へ教えることも仕事となり、責任も増えたように思います。ジョブローテーションでは環境の変化に慣れるまで緊張しましたが、徐々に慣れて居心地が良くなり、最後にはそのグループが好きになりました。本配属では長く在籍する分、新しい業務も覚える機会が増え、仕事の幅が広がったと思います。本配属時の研修ではビジネスマナーを振り返り、気持ちのいい挨拶をしっかりしていこうと思いました。同期だけで研修を受けるのも久しぶりだったので、みんなの頑張りが知れるいい機会でした。本配属以降ではグループリーダーとの面談を経て、課題目標シートを作成し、その評価をもらえるので、自分が頑張ったことを分かってもらえたと感じます。仕事に取り組むモチベーションアップになっていると思います。そうですね、今のグループはかなり長く勤めているので、できることが結構増えてきてます。現在コニカミノルタ全体の自衛消防隊にも所属し、規律を守り、役割を全うすることの大事さを実感しています。業務でも後輩に優しくするだけではなく、注意を促すことも必要だと思いました。今後いろいろな業務を習得し、後輩に頼られる人に成長したいです。今は業務スケジュールなどを指導員さんから指示を受けて進めていますが、これからはメンバーだけでも業務を回せるようになっていきたいです。私自身、周りから頼りにされて信頼される人材になっていけるように、責任を持って仕事に取り組みます。